ここからは株価が歴史的な乱高下をする中、今後株式市場がどう動いていくのか考えます。こちらのグラフをご覧ください。日経平均株価の予想変動率を示すもので、20を超えていますと投資家心理が不安を感じているとされる指標です。今日は大きく株価が戻りましたので、少し数値が戻ったんですけれども、ご覧の通りまだまだ投資家は強い不安を感じているということですね。大川さん、今後どのような値動きになると予想しますか？まあ、短期的には正直もう分からないですね、これはね。短期的には絶対分からない、これは。長期的には、中長期的に考えると、はい、まあ、さっきのね、それこそ PER のグラフじゃないですけど、うん、もう一旦まあ売られましたねと。でそれで、まあ、その強い売りに対して反動がありましたねということで、まあ、これは一旦仕切り直しなんだとしたら、まあ、それぞれね、やっぱりその分析している人とか投資家の方ってビュー持ってると思うんですよ、うん、これからね、アメリカの景気がどうなってとか、日本の景気が政策がどうなってということで、まあ、為替が円高に行くのか円安に行くのか、それぞれ見方あると思うんですけども、まあ、少なくとも私個人としては、まあ、一旦これで戻って、日本の政策っていうのが引き締めに入ると、でアメリカの方は、まあ、どっちかというと、まあ、緩和に近いような動きになってくるというところで、円高が進行しやすいってことを考えれば、まあ、積極的にね、リスクオンとして日本株が買われやすい状況っていうのはなかなかちょっと来ないのかなって感じはしてるんですね、うん、でなので実際に、まあ、そこ の PR でいうと真ん中ぐらいまで戻ったとして、はい、まあ、3万4千円とか、まあ、3万3千とか、そんなものなのかなっていう、まあ、印象ですけどね、うん、利益に対して14倍くらいっていうのがちょうど真ん中の 13.5 ぐらいですかね。で、まあ、その 13.5 の根拠も結局のところ利益がシュリンク、縮小してしまうと、もっとね、売られることにはなってしまうので、まあ、そのあたりのね、やっぱり円高に行くのか円安に行くのかとか、業績どうなるかっていうところはこれから一番注目しなくちゃいけない点かなと思いますけど、ひろきさんは今後の動きどのように見てますか？そうですね、まあ、もうちょっとまあ、例えば分かりやすい日経平均で言えば、まあ、もう少し長いレンジで取ると日経平均の PR の平均15倍ぐらいで、今の一株当たりの利益を掛け合わせると3万6千円ぐらいなんですよね、うん、だからまあそのぐらいはあってもいいし、あとはそのすごく大きいその心理的な節目という点では3万5千円というところが意識されるだろうと、まあ、今日これだけ史上最大の上げをやったわけでも3万5千円までは届かなかったわけですから、はい、一発ではそこは届かないと。だから次のターゲットとしては3万5千円をクリアし、それがクリアできると次はまあ PR の過去長期平均の15倍を目指す3万6千円、そうするとやっぱり3万5、6千円のレンジに早く、ね、戻して、まあ、そこでのレンジ相場というのが、うん、今後の、まあ、年内のメインシナリオなのかなとは思いますね。ひろきさん、これまで4万円、うん、4万2000円とか4万5000円も年内あるんじゃないかとおっしゃってましたけれども、そうなんですよ、僕は夏にこんなさすがにここまでの急落があるとは、まあ、これは多分誰も予想できなかったと思うんですが、もともと夏は弱いと思ってたんですね、うん、これは季節性で夏枯れでっていうことだったんで、夏にちょっと弱くなって秋口からアメリカの大統領選なんか睨みながら年末だかという逆に季節性でそのぐらいの水準ってことだったんですが、一旦ここまで下に降らされてしまうと、戻るといってもやっぱり時間軸っていうものがあるので、年内ももうあと4ヶ月しかないっていうことになってくると、うん、さすがにその水準までは戻せないだろうと、せいぜい3万円台後半ですね、さっき言った3万、うん、まあ行って3万8000円台、ずっと今年の前半もみ合いが3ヶ月続いたあたりなんですが、はい、そこまでの戻しがまあ精一杯じゃないかなと思いますね。うん、今日ここまでこう大きく反発すると、どんどんこの調子でっていうように期待される方もいると思うんですけれども、やはりマーケットの痛みというのは大きいということなんでしょうか？はい、これはですね、実はまあ後半で時間があればもう一回お話ししますけれども、一回マーケットがここまで大きく壊れてしまうと、まあ、戻るには戻るんです。だけど完全に底が入らないで2番底を探りに行く、場合によってはさらに3番底というのが過去の大暴落の後の推移なので、今回もそのぐらいのことはあり得ると思っておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。一方で今年から始まった新NISAでアメリカ株に投資してらっしゃる方も多いと思います。そこで日米の株価の動きというのを比較してみました。6月末を100としてどれだけ動いたかを表しています。これによりますと、今日まあ少し戻しているんですけれども、日経平均の下げが一番きつくなっています。続いて下落率が高かったのがハイテク株中心のナスダック、この中で一番底堅く推移しているのが S&P500 ということですね。まあ、日本株よりアメリカ株の方が
しっかりしている印象ではあるんですけれども、昨日の放送でも専門家の方に伺ったんですが、弘樹さん、NISA でこの世界株のオルカンでしたり、ナスダックや S&P500 に投資している投資家はこのままでいいんでしょうか？もちろんですよ。例えば今の結果を見たって日本株なんてものすごいボラティリティの激しさでこんだけの急落をするわけでしょ。でやはりアメリカ株も下げてはいるけれど、ここまでの下げには至ってないわけですよね。だからやっぱりそれっていうのはもう構造的なものが一番大きいんだと思う。つまりアメリカっていう史上最大のマーケットの、まあ、投資家層の厚みだとか、まあ、あのマーケットへのコンフィデンス、信頼性とか、そういうものが日本とはやっぱり比べ物になりませんから、だからやっぱりアメリカ株の投資っていうのはもうずっと継続するべきだろうと思いますね。大川さん、いかがでしょう？いや、私は全く同じ意見というか、これもね、ずっと私実は言ってることなんですけども、日本株よりアメリカ株なんですね、結果としては。じゃあ例えばその6月のパフォーマンスがこうでしたじゃなくて、20年30年見てくださいと、もうナスダック SP500 S&P500 ずっと強いですよね。もちろんそういったなんとか危機とかに巻き込まれて売られる、強く売られることはあっても、結果やっぱ戻すんですよ。もう倍返しですよ、本当にっていうのは本当にそうなんですよ。ずっとね、こうリーマンショックの時もその時はすごかった、だけどそれを上回る上昇を淡々と達成するんですよね。なのでアメリカ株に関しては大きくそのなんていうんですかね、主役が変わらない限りね、国のね主役が変わらない限りにおいては下がったら買いのスタンスでいいのではないかと思います。それだけ強い上場企業が多いってことです。多いってことです。特にハイテク株はもう異常と言っていいですね、あの強さは。もう業績のモメンタムもとんでもないですし、まあ、その需給のつき方も世界中から集まってきてそれを押し上げようとする力もすごい強いので、なのでそれが下がったんだったらある意味で押し目のチャンスなのかなというふうに捉えてはいますけどね。ここからはこの先に関してお話引き続き伺っていきたいと思います。まずは企業業績にも大きく関連していく為替の動きに関してですね、神田さん、この先の為替の動きに関して注目イベント、はい、どういったところにポイントがあるんでしょうか？はい、まずですね、マーケットの関心がこれまではアメリカのインフレと金融政策だったと思うんですが、これがアメリカの景気と金融政策が変わってきた、まあ、すなわち FRB の利下げがどうなるかっていうのが焦点になってきつつありますので、来週以降のイベントの中でもですね、14日に予定されてますアメリカの7月消費者物価指数よりも15日のアメリカの小売売上高、こちらの方に注目が集まるのではないかと考えています。またその金融政策という点ではやはり22日から始まりますジャクソンホール会議、まあ、ここに、ね、パウエル FRB 議長が参加されるかどうかまだ発表にはなってませんけれども、 FRB の今後の金融政策を占う上でも非常に注目のイベントになってくるのではないか、まあ、このあたりを見ながら為替相場は方向感を探るという展開になっていくものと思われます。まだしばらくはその振れ幅の大きいボラタイルな展開というのは続きそうなのでしょうか？そうですね、まあ、なかなかね、その為替介入でもなければ1日4円5円動くっていうのはそうあることではないんですが、それがこのところ頻発してますんで、まあ、こういう動きというのはしばらく続くと考えた方がいいと思います。続いて株価が歴史的な乱高下する中で投資家はどういったスタンスを取ればよいのか伺っていきます。スタジオにお越しのお二人にアドバイス書いていただきました。まずは弘樹さん、お出しください。ステイ・イン・ザ・マーケット、そして2番底に注意ということですね。マーケットから退場しないということですね。